ジョナタン・ゼビナは、フランス・パリ出身の元同国代表サッカー選手。現役時代のポジションは DF。強靭な肉体を生かしての守備やドリブル突破が得意であり、さらに本職のサイドバックだけでなく、センターバックとしてもプレーでき、運動量も豊富である。しかし、時折見せるミスが、失点につながることが多く、安定感に欠ける点が弱点である。17歳の時に、 カンヌに入団し、そこで着実に成長を遂げると、1998年から1999年シーズンに、セリエ A カリアリに移籍をする。カリアリで過ごした2年間で、自身の評価を高めると、2000年から2001年シーズンに、ファビオカペット監督率いる強豪ローマに引き抜かれた。キャンプ中に怪我をし、早々と戦々離脱するが、復帰後は、 レギュラーとして活躍し、18年ぶりのスクデット獲得に大きな貢献をした。しかし、その後は不安定なプレーが続き、メンバーから外されるが、2003から2004シーズンから主力として活躍し、このシーズン終了後にユベントス fc に入団した。しかし移籍後も相変わらずミスが多く、不安定なプレーに終始していたため、 レギュラーポジションを確保できなかった。2010年8月31日に6年間在籍したユベントスとの契約解消を発表。同日、6シーズンぶりにセリエ A に昇格したブレシアカルチョへの入団が発表された。しかし、ブレシアは1年で2部に降格となったため、スタッドブレスト29へと席を移した。ありがとうございます。